申し込む。ビクトリア・ベッカムが疲労骨折、原因は。ビクトリア・ベッカム43歳が疲労骨折し、現在保護ブーツをつけて療養中だ。今週になってその医療器具を身につけた姿が目撃されていたビクトリアだったが、2月23日左足に同器具をかぶせた自身の姿をインスタグラムに投稿し、疲労骨折によるものだと自ら明かしている。たくさんの愛のこもったメッセージをありがとう。ちょっとした疲労骨折よ。少し休まないとね。疲労骨折は体の一部分の酷使及び同じ運動の繰り返しによってしばしば発生するもので、ビクトリア本人は原因について明らかにしていないものの、巷ではハイヒールシューズの履きすぎによるものの可能性が囁かれている。そんなビクトリアのヒール好きは、今月彼女がニューヨークコレクションにてポイント2のヒールを紹介していた時の発言からも見て取れる。これを履いてることに興奮しているわ。フラットシューズやいわゆるヒールはたくさん履いてきたけど、きっとヒールは経験がなかったのよ。また今回の怪我によって、ビクトリアは昨年9月に話していたような超多忙スケジュールから一時的にではあるにせよ抜け出ることとなるようだ。私朝6時には起きてジムで1時間汗を流してから子供たちに朝食を出して、彼らをデビッド・ベッカム派私が学校に送っていく。それからもう1時間ワークアウトをしてオフィスに向かうわ。規則正しいのよ。そうでなければならないわ。ジムの時間は私だけの唯一の時間。誰も来ないし、ノートパソコンを持って誰かが訪ねてくるわけでもない。キッチンに長くいたらパソコンの方から寄ってくるわよ。常に誰かが何か要求してくるから、契約書やら何やらとね。子供たち以外は誰もジムに寄りつかないの。